の冬仕事として始まった米沢市の伝統工芸米沢箪笥。県内外に根強いファンも多く、地元で唯一の製造店長井家具店は製作や修繕作業に追われています。作業場には新たに製造している箪笥のほか、修理依頼を受けたものも並んでいます。目の玉、くちばし、お腹、羽広げてますっていう形